ジュゼッペジチャコーザ。その要望と温厚な人柄からブッダとあだなされた。ジュゼッペジチャコーザはイタリアの詩人、劇作家、オペラ台本作家である。ルイージ・イリカと共同でプッチーニのために書いたオペラ台本、ラボエーム、トスカ、蝶々夫人によって特に有名である。トリの近くのコレレット・バレッラにハンジの息子として生まれる。 鳥の大学で法学を学び、はじめ父のキャリアを継ぐことを考えたが、1873年に発表した風刺し、チスの一曲が好評だったことから文学の道へ進む。アッリー・ゴボーイトラの分断サークルに交わり、簡潔なスタイルの舞台劇で有名となる。その多くが同時代における出身地ピエモンテ地方の富裕層の生活を題材とするものであり、 エミール・ゾラの自然主義の影響、及びヘンリック・イップセンの影響も大きいとされる。1888年から1894年にかけては、ミラノ音楽院で文学及び、演劇の教鞭をとっていた。1894年からは、楽譜出版業者ジューリオ・リコルディの仲介により、新進気鋭のオペラ作曲家、ジャコモ・プッチーニ、大本作家、 ルイージ・イ・リカと組んで新作オペラの制作を行った。この三者のコラボレーションは、ラボ・エイム、トスカ、蝶々夫人の、いわゆる三大傑作として結実した。この共同作業におけるジャコーザの主要な責務は、イ・リカが筋立てを組み上げ三文形式で書き連ねた会話を拡張高い陰文に直すことにあった。これはすでに演劇の大家であったジャコーザにとっては、 面白くない仕事であったに相違なく、また、題材自体も、暴力的なトスカのように、ジャコーザの趣味に合わない場合もあったが、彼は誠実に仕事を行った。また温厚な性格で知られ、その要望から、ブッダの愛称で知られていたジャコーザは、気象の荒い理科と、同じく激しい気象で、台本作家を酷使する傾向にあった、プッチーニの間に、しばしば発生する。 イサカイの潤滑油の役割も果たしていた。リコルディがジャコーザを引き込んだ狙いもそこにあったのだろう。実際、1906年にジャコーザが亡くなった後、プッチーニとイリカは共同では何ら新作を生み出すことはできなかった。ありがとうございます。